私たちは何度もイエス・キリストに対して文句を言う。なぜあなたが私たちに答えないなぜ私たちに一言でも言ってくれないんですかしかし、イエス・キリストの無言は私たちの無言へのイエス・キリストの答えです。そう、イエス・キリストは何も言わずに私たちに答えます。 それは人生の前で私たちの力では何もできない何もわからないということをわかるために彼が無言そして私たちの目の前に洗礼者ヨハンネの洗礼を置きますこの洗礼は改心悔い改めの 先霊でしたつまり私たちの人生のいろんな出来事関係などは先霊者ヨハンネの先霊と同じように改心の場です私たちは何もわからない何もできないから改心するしかないだから改心しよう自分の無料さを認めましょうイエス・クリストの権威を 頼みましょう。彼は十字架の権威を通して私たちの心を癒すことができます。キリストと共に十字架に貼り付けられて権威を持って毎日の出来事に愛するために入ることができます。